お前ら、お前ら見ろ、サラダやのうてこっちや。次に来てしまった。ついに届いてしまった。この時を。ココ一番屋。ポークカレー、弁当、エビカツ、アサリ、ライス、量普通。辛さ、10! 辛さ10、ここ見てくれ、ほんまに。辛さ10、10段階中の10や。これを今回、食していこうと思う。マジでね、震えてます、ほんと。昨日じゃないや、一昨日ね、7辛食ったんですよ。死にかけました。ついに、そして俺は、辛いもの全然に好きじゃないのに、俺はこの、最強の辛さに挑んでいく、この、ケツ出しろ、男ケツ出しろ。はい、盛り付けました。はい、盛り付けて分かったことは、これね、もう、ほんとね、もう色がまず違う。あと、粉っぽい感じがする。で、あと、ドロドロなんですよ。うん、さらっとしてないですよ。本当になんか、なんつったらいいんだろうね。粘土のような形なんですよ、ほんと。では、これを、食していく。いきます。ちゃんと福神漬けをね。俺の友達ね、福神漬けをルーと同じ量にして食うやついるからね、ほんとに。やばいやつが、俺の住んでる地域には、いるんですけど、さあ、それはその中で俺はまた、さらにやばいやつになってしまう。超えてしまう。いきます。いただきます。いいわ。辛っ！なんやこれ？カレーの、あかんやつこれ。あかんやつ来たこれ。あ、やばい。これ、途中で水とか飲んだらさ、辛さ倍増するらしいからほんまに水なしでいくわ。やっば！ちょっと、サラダに逃げさせて。あか、やばい。でもいけんことないぞ。うん。食える辛さや、これは。後からどうなっても知らんけど、とりあえず今は食える。うまいわ。うん。おいしい。全然食える。なんやろ、あんまり、めちゃくちゃ辛いけど、もう口に入れられへんみたいな、こんなことはない。ただ、ろれつが回らなくなってきた、ほんまに。ちょっと、汗がやばすぎて、扇風機つけるわ。かん、やばい。サラダがうまい。辛いもん食うてるから、野菜がうまく感じる。全然いける。むしろ、ご飯、足してほしいわ。うまい。これエビカツもうまい。さすがココイチさんや。喋りながらきついな、ちょっと。うまい。うまいか、辛い。あっかん、ごっつ辛い、ほんまにこれ。ごっつ辛い。息吸い顔の、しんどいこれ。あ、泣きそう、ほんまに、ちょっと。泣き、笑いできた。うまい。サラダに逃げさせてくれ。今だけサラダに逃げさせてくれ。なんかおご飯減ってるけど、ルー減ってないわ。今思うと。無理。
うまいな。あ、ちょっと止まらん。あかん、やばい。うん、うん、うん、ああ、ああ、辛い。サラダを手で食べられる。サラダを手で食べられるか。サラダを手で、もうあかん。あかん、ほんまにあかん。やっば。うわ、いけるわ、でも全然。あとご飯足して食ったらいける。いつも俺の動画見てくれてる人だって分かると思うけど。分かると思うけど、ご飯とルーの、もう熱いか。ご飯とルーの比率は、9対1な、9対1。うん。ご飯が9で、ルーが1。これが、カレーの黄金比です、これ。お前ら、見てくれ。結構減った。あの、ご飯は、なくなったから、追加で入れた。家の炊飯器から。さすがにちょっとこの量のルーを処理するにはこんぐらいのご飯必要やから。俺は別にご飯食い切っただけで完食とか言ってる甘ぬるいやつらとは違う。ちゃんとルーまでしっかり食ってこそ、いただきますという意味を込めてるんでね、今から。あかん、めっちゃ辛い、ほんまに。でもほんまにあっかん、やばいねんけど。ポテトに逃げるわ、ポテトに逃げるわ。ポテトに逃げよう。ポテトに逃げたくない日もある。逃げたくなる日もあるよ。人間だもの。いきまーす。やばい。あっか、ほんまにやばいよ、これ。なあ。舐めてるやろ、お前ら。食ってみろって一回、ほんまに。やばい。いただきます。ああ。ああ。時間が来るやばい。まあまあ。やばい。ほんまのやばい。これ食い終わった後が絶対きついな。今だって俺、おでこにさ、タオル巻いて食ってんもん。ほんまに額からの汗がやばいから。やばい。こんな刺激を作ってもらったらやばい、俺。胃弱いからさ、ほんまに俺。爆発する可能性ある、ほんま。行ってくわ、ちょっと食ってくわ。食い切りました。マジでしんどかったもん、ね。この後が多分とんでもなくきついことになると思うんですけど。はい、まあとりあえずね、ちょっとまあ、はい、まあ激アツということで、今からちょっとスロット打っていこうと思います。以上、ケツ足王でした。